ヘザー・メンジース・ユーリックは、カナダ・オンタリオ州トロント出身の女優、元子役。主に、サウンド・オブ・ミュージックのルイーザ役や、ピラニアのマギー役で知られる。1949年の12月3日に、カナダのオンタリオ州トロントで生まれ、11歳の時にアメリカへ移住する。ハリウッドの高等学校を卒業後、ファルコン・スタジオ S 大学に通う。女優としては、 15歳の時にオーディションでサウンドオブミュージックのルイーザ・ホントラップ役を勝ち取り映画デビューを飾る。この作品でマリアを演じたジュリー・アンドリュースとはジョージ・ロイヒル監督作品ハワイでも共演している。1960年代は順情なイメージの役柄を演じることが多かったが、1970年代に入ってからはセクシー路線で売り出し、 1973年には雑誌プレイボーイでヌードを披露している。また1978年にはパニックホラー映画ピラニアでヒロインのマギーを演じた。TV では1976年に2300年未来への旅として映画化もされたウィリアム・ F ・ノーランの原作を元にした SF ドラマ未知への逃亡者ローガンズ・ランでジェシカを演じている。 私生活では1969年に結婚するも離婚。その後、俳優のロバート・ユーリックと1975年に再婚し、彼との間を設けた二人の子供と2002年に養子に迎えた女の子がいる。結婚生活は2002年にユーリックが滑膜肉種で死去するまで27年間続いた。彼女自身も卵巣癌を患っていたが克服しており、 ユーリックと共に、ミシガン州立大学総合が、センターの肉種研究のために、ユーリック基金を設立していた。2017年12月24日、脳腫瘍のため、オンタリオ州内で成去。68歳没。ありがとうございます。